もう物心ついた時には壁になってましたね。なんだよそのセリフ。人生で絶対言うことねえよ。学生なんで。はい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 、はい。ダイバーだから俺は。なんかそのあれだいぶダイブしてないか。深淵覗いてたよあの人。16時からなんだけど、サザエンがなんか2時ぐらいからちょっとやりたいっつってて、まあちょっとだけ遅れるってラインってなんだけど。なんか相手僕立ってる時に後ろから入った時に前ジャンプするようになったらかなりやっぱ楽になって、はいはい、そこ以外をあんまなんかこう欲張らないようにしたんですよね。技振ったりとか、はいはいはい、そのパリーで弾に行こうとして食らうみたいな。ちょっとあの席どいてもらってよ。ああ、ごめんなさい。ありましたね。ごめんなさい。ちょっと邪魔なんで。すみません。ごめんなさい。ちょっと入ります。参ります。いやーでも本当になんかパリーとかするようになって結構楽になったんですよね。ガイル戦は。でしょう。見ました。あ、見たよ。いや、よかったね。てか配信しますよね、多分。いや、よかったよ。あざっす。いい試合だったね、普通にね。何食ってんの、飯。なんだと思います。え？メロンパン。答えなんだ。日清のラージャオ担々麺。ラージャオ担々麺なんてあんだ。これね、うん、マジやばい。うまい？ネクストレベル。え、日清のやつ？日清の冷食なんですけど、俺ずっと配信で言ってんすけど、うん、これマジやばいね。うまいんだ。冷凍担々麺系で、うん、マジ最強。店で食うよりうまいんじゃないかって思う。そんなに？いやマジで。そんなうまいんだ。マジでうまい。あ、そうなんだ。買ってみよう。あれ、させん一番好きな食い物なんだっけ？ん？ほうれん草。何笑ってんの？嘘だろ。ほんと。嘘だろ。俺マジでほうれん草。ええって、そういうの。ほんとに？いや、ほんとに。じゃあ、今日は誕生日だから好きなもん食えんだったら、ほうれん草が一番いいと思う。ほうれん草欲しいね。絶対欲しい。ほうれん草の煮浸し。ごまあえはうまいけどね。俺ごまより醤油っすね。ああ醤油なんだ。まあほうれん草もうまいけどね。何と一緒に食うの？単品？単品で食いますよ。いやなんか。なんだ。うん、タッパーいっぱいに作っといてくれるんですよ。あ、はいはいはい、飯の時はちょっとで出してくれるんですけど、残ってると俺が一人でタッパー全部食っちゃうんですけど、これね欠席やばいんですよね。これ欠席って何？え、体調に悪い。尿路欠席。あそれか。はいはいはい。ソって結構あやばいんだ。石なんで、石特性なんで。はい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 、はい、俺らもさ、さすがに31でしょ。はい、そろそろそういうもうやばいね。そう気にかけなきゃいけない年齢だからね。俺2年前ぐらいに釈迦さんとかと、うん、配信者4人で健康診断行ったんですよ。まあ俺一番良かったんですけど、うん、でも俺家系が石の家系なんですよ、うち。あ、なるほどね。石っていうか通風かな。うん、そう通風の家系で、うん、尿酸値やばかったやっぱ。いつからアニメ漫画好きなの？昔、小学校の時とか？小学校の時も見てましたけど、うん、意識して見るようになったのは中学生とかだと思いますね。あ、へえ。俺もさ、アニメとかアニメキャラとかってあんま可愛いとかあんま思わないのよ。はいはい。いや子供がいるからさ、なんかその漫画で言うとその四つ鳩とかさ、スロットで言うとそのクレアの秘宝伝のクレア、わかる？わかります。わかる。あれとか可愛いなと思うんだけど。なるほどね。そうなんだけど、なんかその異性目線の可愛いじゃないのよ。うーん、だけどね、やっぱ俺ね、シャーマンキング見たことある？
あ、まあ一応ありますね。ある、はい、あれのアンナだけは好きだったね。あ、ヒロインの子ですよね。そう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 、あれは好きだったわ。アンナ、アンナやっぱあれだからですか。ちょっとアンナも、うんうん、荒れてるっていうか、いや荒れてるっていうか、ぶっきらぼうな、ぶっきらぼうな感じじゃないですか。そうなのよ、やっぱ惹かれましたそこに。そうなの、そこが良かったのよね。ツンデレの走りみたいなとこない？まあ走りかどうか知らんけど、ちょっとツンデレキスというか。まあ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 、そうかも。でしょ？そういう感じっすか。なるほど。このキャラ好きだったなってキャラっている？なんだろう、昔ですよね、その世代の。あ、そう、子供の頃に、うん、このキャラええやんってなった。そう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 、キャラってことっすよね。カードキャプターさくらだけやめてくれよ、頼むから。世代じゃないですよ、カードキャプターさくらは。世代じゃない、なるおさんですら世代じゃないでしょ。俺もちょっと世代じゃない。 もっと上でしょ。もうちょっと上だね。なんかいる？誰だろう、むずいな。ちょっと待って、今記憶をちょっと辿ってみ、一人ぐらいいるでしょ。あ、1個あるわ。エレメンタルジェレイドの、エレメンタルジェレイドのレンは好きだった記憶ある。エレメンタルジェレイドのレン、なんか多分その頃から俺ちゃんとアニメとか漫画とか見始めるようになったんですけど、これか、そのエレメンタルジェレイドってヒロインが、まあ、この子もそうなんですけど、なんかその、うん、人間じゃなくて、なんかその武器なんですよね。武器になるみたいな。なんかその、はいはいはい、バディものなんですけど、はい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 、多分ね、関係性オタクっていうか、そのバディものがやっぱ好きなんでしょうね。エレメンタルジェレイド知らんすか？知らないわ。この手の絵柄は避けてきてたからね、俺。マジで。申し訳ないけど。避けてきた。避けてきちゃってた、この手は。これ結構当時有名ってか人気あった記憶ある。あ、そう。うん。だから俺結構こういうの多いかもしれないですね。なんかその最近だとやっぱあの、うん、グラブルリリンクあったじゃないですか。ああ、うん。あれも主人公男にしてやりましたもん。関係値的な？あ、そう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 。の方がなんか物語としてなんかそのしっくりくるんですよね。あ、なるほどね。やっぱグラブルはグラン君でしょっていう。あ、はいはいはい。じゃあそのなんていうの、主人公に向けてる視線が男主人公の方がしっくりくるんだ。あ、これね、勘違いしないでほしいんですけど、うん、感情移入してるわけじゃないですね、そのあバディモノの片割れに。これ違くて、俺らやっぱ壁なんで、あの感情移入先俺ら壁なんすよ。壁ってどういうことだ。そう、わかります。俺ら壁。いや全然わかんない。壁なんすよね。そういうどういうこと。もう話が異次元すぎて。どういうことなの、壁っていうのは。言うなれば、ちょっとキモい話なんですけど、その当事者になるより親友ポジだったら嬉しいじゃないですか。その昔からそのさ、同級生として例えばその付き合ってさ、同級生の人たちが結婚したら友達として超嬉しいみたいな。そういう、なるほどね、なんか壁なんですよね俺らは。なるほどね。世の中にはそのキャラ感情移入型と、うん、壁感情移入型の2種類があるんですけど。へえ、あ、そうなんだ。そう。あ、そうなんだ。俺は壁派っすね。キャラに感情移入する人もいる。へえ、あ、なるほどね。2種類いるんだ。キャラに感情移入する人と壁派がいるんだ。え、それ本当に壁派っていうの？え、そうだと思う。へえ、あ、そうなんだ。なんだ、うちらの界隈でも壁って言われてる。あ、これ壁、あ、これ壁アニメだね。俺あのたまにてか毎シーズンやるアニメ、うん、見るんすよ、その友達と。まあシーズンごとかあるからね。そう、シーズンごとに全部見るんすけど、これ見ようかなーつって振り返りとおさらいみたいなのやるんすけど、うん、あ、これ壁アニメだねっていう話をします。これ壁だねっていう話をする。これは壁だなーって。そう、それはもう個人個人で違うんだよね、おそらく。あ、そうそう、その趣向というか好みは全く人によって違いますね。はいはいはい、俺壁っすけど、うん、一緒にやってる人はキャラに感情移入するタイプの人っすもん、うん、完全にその主人公だったら主人公に自分を投影して見てるやつっすね。そんなパターンあるんだ。いや、ありますあります。結構多分メジャーっていうか。あ、そうなんだ。どっちかっすね、やっぱ。
まあでもまあでも確かにそうだな、うん、俺もそうだな、どっちかっていうと。そうじゃないですか、壁じゃないんだったら、まあね、多分そうだと思う。まあそうか、壁じゃない方はだいぶって言われてますね。あ、だいぶ鼻、じゃあ俺だいぶだわ。そうです、そう。俺だいぶだね、してる。俺だいぶだわ。あ、ナロー系が流行ったのはそれがあるんだ。みんなダイブしてんだ。あ、そう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 、ナロー系はダイバー、ダイバー向けです、完全に。あ、なるほどね。じゃあ俺はどっちかというとそっちを見た方が楽しめるんだ、ダイバーだから俺は。 なんかその昔の作品ほど壁向けだったりしますよね、うん、最近のはなんかその最初からキャラ強いことが多いから、うん、なんかダイバーなことが多かったりして、あ、はい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 、あんまなんか壁って感じはしないんですけど、はい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 、え、それってさ、はい、その人個人のあれなの、それともこの作品は壁派の方が楽しめるってのがあるの。あると思いますよ。なんか最近の作品やっぱ、うん、意識して作られてると思いますけどね、その多分作者の好みなんだと思うんですけど、作者が壁なのかダイバーなのかみたいな。あ、そうなんだ。からあの最近だとあれとかはもう完全に壁アニメっすよ。あのどれ知らんかもしれないですけど、あの僕の心のヤバいやつっていうラブコメがあるんですけど、あれとかはもう完全に壁の作品だと思いますよ。へえ、完全壁なんだ。あれはもう完全に壁っす。あ、確かにみんな、あれは壁だねってみんな言ってるわ。え、じゃああれもそうでしょ。じゃあ、四つ葉ともどっちかっていうと壁？四つ葉とも壁じゃないですか。向かいの家の人の気持ちになって読む漫画でしたね。ああ、まあそうだね。あれは完全に壁か。じゃあそう、まあでも作品によるなぁ。俺なんか作品によりますね、マジで。深いなぁ、アニメの見方って深いんやなぁ。笹谷深いね。ありがとうございます。なかなか深いね、面白いね。いやー、この概念は聞いたことないけどね、アニメ好き以外では。でも意識して今後やっぱ意識して俺は壁になろうって、漫画とかアニメ読んだ時に、あ、この作品ってどっちのが楽しめるだろうなって考えてみてくださいよ。深いな深いな。そう、深いね。なるほどね。まあ、俺あんまりダイブすることないっすけどね。俺もう本当に生っ粋の壁なんで、なんかダイブ作品でも壁になることが結構ある。もう思わずこれはちょっとダイブするしかねっていうのってあんの？最近だともうないっすね。なんかこのダイブ壁理論を考えついたとか、その意識し始めた頃にはもう結構作品を見てる後じゃないですか。そうですね、まあまあそうだね、考え始める頃なんで。まあだからなんかそのもう物心ついた時には壁になってましたね。なんだよそのセリフ。人生で絶対言うことねえよ。物心ついた時には壁になってたから、なんかその最近だいぶで作品を見たことってあんまないっすよ。あ、そうなんだ。言ったことね、生まれてこの方そのセリフ。いや、生まれ物心ついてから壁になってたって。あ、そうなんだ。なるほどね。朝やんのアニメ理論不景な。やっぱでも長く見てくるとさ、なんか確かにいろんな見方になってくるよな。格ゲーもさ、まあだいぶと壁に比べてちょっと浅いんだけど、はい、あ、このゲームアーク系だなみたいなあるよ。はい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 、そうそう、あ、このゲームスト系だなみたいな、多分ね、格ゲーやってるとあるんよ、はいはい、アーク系の攻め方の方が強えなみたいな、スト系の立ち回りしたが強えなみたいなさ。納得いかないね、その感じはね。ちょっと浅かったですから、すいません。じゃあ話して続けてください、続けてください。いやいやいや、今以上なんですけど、すいません。ちょっと浅かったです、すいません。浅かったです、すいません、すいません。まあちょっと違うかな。ちょっと違うかもしれない。それってだってあれだもん、もっと手前の、あ、このゲームハイファンタジーだなとか SF だなみたいな多分ところだと思うんで。まあまあそうか、まあそうか。ちょっと違うかもしれないかな。いいのないかな。俺でもそこまでハマったのがマジで格ゲー以外ねえからな。いや、俺あれかと思った、そのストリートファイターは自分がこうなりたいと思うキャラを選ぶみたいな話かと思った。いや、ないな。逆にギルティとかは、うわ、このキャラ好みだなみたいな。ああ、はいはいはい、はい、自分を投影するんじゃなくて、自分がなるんじゃなくて隣に置くならこいつみたいな考え方かなっ
って思いましたね。いや、話をするのかと思って。いや、ないな。違いましたか。ないと思う。もっと浅いとこだった。浅いとこパチャパチャしてたわ。ちょっと食器置いてきますわ。はい。いや、不敬な。隣に置いときたいとか思ったことねえんだけど。いや、でもダイバーの格ゲーマーまれにいる。見たことねえよ。俺はルークだぞ。殴るぞ。全力で殴るぞ。俺はルークだみたいなやつ、俺見たことねえんだけど、そんなやついる？あー、まあでもまあ声真似すんだはだいぶなのかな。まあ確かにそう言われやそうかな。あー、でもやっぱあのダイブ系のゲームで言えばあれじゃない、マリカーじゃない、やっぱりいるじゃん、こういうやつ、こういうやつ、こうやってやるやつ、これあれダイブ系のゲームなんじゃないか、あれダイブダイブしてないか、あれフルダイブでしょ、まあそれはまあちょっと違うか、じゃあ浅いか、そうか浅いか、いやいや理解したよさっきの話は。梅ちゃんは昔は竜と一心同体な気持ちだったってさ、梅ちゃんなんかちょっとそれはおかしくない、梅ちゃんさすがに梅ちゃんちょっとダイバーすぎない、まあ主人公だからな梅ちゃんな、格ゲー界の主人公だからな。梅ちゃんは丈太郎にもダイブしてた。ああ、だからそういうのはないな、俺。リスナーみんな、へえーってなっちゃうぞ。いやいやいや、それ、梅原さん以外が言ってみ。きっしょ、お前。なるお前。きつすぎやろってなるよ。それがお前、かっこ梅原がついてるからだぞ。それは。梅原さんなら許されるよ。ああ、でも確かにそうかも。俺、あの、結構、その梅原さんとか、スト4の時とかは確かに結構ダイブしてたかもしんないわ。梅ちゃん頑張れ、梅ちゃん頑張れ、昇竜拳いいぞ梅ちゃん頑張れみたいな。確かに、まあまあちょっと違うか、それは超あったね。それただのファンボか。あ、それ壁なんだ。お前の話全部浅い。いやいや浅いっていうか、多分ここに今そんなにそのなんか深い話できるやついる今。さすがにあまりに深すぎて、あれ深淵覗いてたよあの人、深すぎるあの人。いや、いい話だったよ。いや、いい話ではあったけど、あれ深淵覗いてたよ。戻りました。はい、ちょっとすいません、あまりに、ああちょっとダイブしすぎたね、アニメ話にね。